武順市、武順市、武順、マイナス市、満州後、または天写府市、府山は、中華人民共和国領年省に位置する地球市。武順市は、領年省北部に位置し、新陽市からの距離は、約 45km と、ショートの衛星都市として機能している。かつての炭鉱都市で、市内には、渓谷のように巨大な露天掘り炭鉱跡が、現在も残されいる。 今河に沿って伸びる市街地は南北と東を山に囲まれた平野にあり、地域の西側に偏っている。地域の東側は吉林省から繋がる山地となっており、森林が多い。大陸性気候であり年平均気温は6.6度。人口の4分の3を漢民族が占め、他に満族を中心に朝鮮族、海族などの少数民族が居住する。 ここは、女神族が多く住む地であり、工事山には、中国大陸の歴代王朝が城を築いてきた。1384年、工事山の南陸、今河の北に、武淳城が民によって建てられた。1616 16年、ヘトアラ、現在の武淳市新品満足自治権に生まれ、ヘトアラを本拠とする女女八は、後金の建国を宣言。1619年、 アトキンの聖伐に派遣された民の大軍に対し、アトキンの軍は武順近郊のサルフで退治し、数で勝る民軍を破ったサルフの戦い。ヌルハチは1622年に東領用に移し、ヘトアラは1636年に強計と改名された。武順炭鉱は700年ほど前に高麗人によって採掘された。当時は、 陶器製造の燃料として使われていたものと伝えられる。その後、新庁は風水に外ありとの理由から採掘禁止としていたが、1901年、新国政府の許可の下、新国民族資本により採掘が開始された。その後ロシア資本が進出、東西鉄道の南満州支線、ハルビン大連間が建設された後に、皇典、信用部順の支線も付設され、 武順丹田には、東西鉄道の鉄道付属地、中国の行政権、司法権などが及ばない、違い方権地域が設置された。日露戦争後の1905年には鉄道及び、その付属地は日本の手に渡り、1907年には南満州鉄道、満鉄の管理下に移った。丹鉱周辺は広大な鉄道付属地、満鉄付属地となり、 駅と炭鉱の周囲に新市街が建設され、満鉄による行政が行われた。露天掘りによる大規模な石炭採掘が行われるなど満鉄を支える重要な財源となり、武順の付属地の人口は10万を超え満鉄付属地の中でも最大であった。また、武順の石炭と安山の鉄鉱石を組み合わせて、安山製鉄所、後の昭和製鋼所が稼働した。 満鉄施設襲撃するゲリラ活動が激化していたが、満州国省任備の1932年9月15日には、ゲリラによる武順炭鉱襲撃事件にて、炭鉱側職員が残殺と施設の焼き打ちされて、創業が一時停止する事態になった。1945年8月のソ連対日産戦で、満州国は崩壊し、同年10月には、 中国共産党中央東北局が武順市政府を設立する。武順の監獄には、関東軍捕虜や満州国官僚、また満州国皇帝であった愛新閣羅不義と皇帝の不決など1000人以上が集められ、武順先般管理所となった。ここでは戦中に、野坂33の下で確立させた、共産主義の思想学習と戦争犯罪行為の自白。 などのプログラムを受けて、一部は、日本総監後も、スパイや中華人民共和国用語活動を行った。田辺俊夫著、検証級日本軍の悪用を歪められた歴史像を見直すなど、これらの洗脳を解説している。1956年には、対日工作に利用するため、プログラムで洗脳が成功したと判断された多くが、不起訴処分として、日本に帰国させ、 残る有罪判決を受けた者も順次釈放され帰国した。かなりの帰国者たちは中国機関車連絡会を結成し、中華人民共和国の代弁活動を行った。2008年には武順先判管理書について NHK がドキュメンタリー NHK スペシャル忍在中国武順先判管理書の6年を放送した。 1949年の中華人民共和国の建国後、武順は両党省や両政省などから独立した中央直轄市となったが、1954年8月に両年省に統合された。石炭の露天掘りは続けられ、その露天口の深さは200メートルを超えた。1962年、中国人民解放軍の模範兵士とされる雷先が、 武順の輸送部隊に配属されていた頃、倒れたトラックを立て直す作業を指揮していた時に、支える棒が頭を直撃して殉職した。死後、彼は、毛沢東により、模範的な人物と称賛され、中国全土で、雷喫先に学べという大規模なプパガンダが繰り広げられた。今日でも彼は、英雄とされ、故郷の湖南省同様、武順にも記念館や、 記念碑が立っている。武順の産業を支えてきた露天掘り炭鉱はほぼ掘り尽くされている。石炭業の衰退に伴い産業転換を迫られ、現在の主産業は石油化学工業などとなっている。満州族は中華人民共和国政権から警戒され、自治区や自治州の設置が認められないため、自治県に泊まっている。2018年にはチャイナドレスの故郷として、 1> 第1回国際チャイナドレスモデルコンテスト決勝大会開催された。4種かつく1県2自治県を管轄する。電話区域番号は2011年に信用し、鉄霊市と共に024体になった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。